ちゃんのママチャンネルへようこそ。高地亜希です。今日はここに私の待ちに待ったものが届いております。この箱を開封していきたいと思います。それではスタートです。届いた。私もリュウジもめっちゃくちゃハッピーだよ。じゃ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 やったー。まだ見ないで。見えた今。念願の念願のじゃじゃん、ニンテンダースイッチでーす。イエーイ、おめでとう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、引っかかった。はい、引っかかった。きれいに、ちょっと待って、綺麗に届きました。あの、俺のカードを買ったよ。ポチッといきました。38,388。あ、でもポイント使ってるから。ポイント使ってるから俺が11位カードのポイント勝手に使うな。ポイント貯めてるから。うん、使った。ポイントをね、5400円分使ったかな。結構使うね。うん、え、残りポイント何分ぐらい？全部使ったからポイントゼロ。すいません。なんか夜とかさ、暇な時間にさ、私がやるじゃん。でもあれじゃん、なんかユージがさ、あ、でもまたジュンもさ、よく寝るようになってきてさ、夜ね、こう8時ぐらいにはもう暇になるわけじゃん。その時にさ、なんか楽しいことあればいいねって言ってたじゃん。言葉がやりたかったんです。本当はなんか、あの、ね、去年の4月ぐらいに緊急事態宣言が出た時におうち時間長くなったじゃん。でその時に動物の森とか流行って、やりたかったの。やりたいって言ったじゃん。そしたらさ、ユージは自分がやらないからさ、あ、でも俺ゲームやらへんしな、いや私みたいな、やりたいの私とか思いながら、その時はスルーしたかな。まだジュンも3時間おきぐらいに起きちゃうし、なんかねと思ったんだけど、今回この時代になってて家の時間増えました。なんか暇やなって言ってるじゃん。言ってない、全然暇ちゃう。夜の時間とかさ、テレビさ、いつもさ見るときに飽きさそってさ、え、今日何見る何見る、ドラマ、このドラマ見る。今までドラマ一切見たことないユージがなんか暇そうだったんで、今回はこれ買いました。イエーイ。私的には、こう夫がね、きっと今年リハビリ終わってシーズン再開するとキャンプ中とかに最悪や、一人でもう最悪や、過ごす時間が増えるから、もう夜最悪や、このスイッチで一人時間を楽しもうかなと。そしてもう一つはですね、ユージと一緒に今流行ってる桃鉄、桃鉄やりたくて。な、結構あれって地理の勉強にもなるし、いろんな地名のね、こう産地のこういろんなものも勉強になるから楽しいかなと思って、まあ、今ね、全国回れないからこそ、桃鉄で全国一周しちゃおうかなと思って買いました。イエーイ。はい、というわけでね、早速あげていきますね。でも、ユージの私言ったよ。これ注文ボタンはユージの目の前で押した。むしろユージが押したかも。俺のフェイス ID 使った時、なんか俺の顔貸してって言った時。やばい、悪徳商法だ、もうそれ。詐欺やん、詐欺。詐欺じゃないよ。すごいかっこいい。コントローラー。はい、じゃあ俺キャンプ持っていくわ、それ。あ？絶対やめて。だってキャンプ中一人で、私はジュンと過ごしてて、夜の時間とか一人でつまんないなと思ったから欲しいなと思って。まあね、キャンプはね、僕はリハビリ専門家だから。意を決してボタンを押させたんです。どうしてない。初めから作る。見てる顔から作る。信じてる顔見るか。どれどれ。似てない、全部似てない。あれが？え、全部混ぜやな、これ。これとか悪すぎやん。え、ちょっと見えるこれ何？シワ？やだ。あ、いる、あるある。やだ、シワとか全部でしょ、全部。やだやだよ、シワなくていい。これは？それ、そうですよ。パパ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 パ
話して、おおおおおおすごい、すごい話して、すごい、うん、お前でごらん、だいぶちっちゃくしたね、ミカしていいって言ってた、ミカしていいって言ってた、違うな、これミカしていいよ、あ、もうこれで言った、え、した、え、あちょっとわかる、わかる、で、ここでしょ、ちっちゃいのこのくらいでしょ、ちっちゃすぎやろ、何食うのこのくらい、え、ちょっと違うな、違う、行くときにしよう、どうぞ、ね、オッケー、これが私です、ちょっとちょっとなんで目近くない、え、目近くない、こいつ違うよ、これが、うん、画面に、そう、のめり込みすぎでしょ、なんで集中してんねん、今勝手にやってるし、え、ゲームに興味ないんじゃなかったの、え、やる、あったらやるよ、あったらやるよ、いいよ、もうもうもう、人いじめすんねん、まあまあまあ、ええけど、ええけど太いよ、近くてくっつく自粛期間今もきつい、うん、いやもう近くて近くてめっちゃ近くていい、こんぐらい、いや、で、で、ちょっと、ちょっと離せ、こんぐらい、いや近いよ、これ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 近すぎやろ、うん、いや、そんな感じよ、いつも、うん、それかまつげがめっちゃ長いから、あ、それ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 これ、いや、ユージそのままだよ、あ、似てる似てる、ほんとほんと、これじゃん、ほら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 、あ、似てる、もう垂れてんじゃん、これじゃん、女の人やん、ユージの口、こっち向いて、ほら、女の人やん、見て見て、女の人やん、こっち向いて、上でもうちょい上でもうちょい上でもきついでね、じゃあ、うん、4人じゃないとダメだ、2人でいい、2人でもできるけど、多分思わないよ、うん、4人じゃない、あれ私もすごい昔に伸びちゃったばっかりだから、ここで始まる、社長の皆さん違って、これ最初読んで、うわっ、うわー、そんなもらえんの、東尋坊、私だ、私カードは何だろう、1個1、2、3、4、5、駅八王子駅とまた、なになに、え、物件を買うことができる、え、買う、え、待って、私さ1000万しかないんだよ、いや、こっち買っちゃっていいやん、こっちっていいよ、なになに、こっちよ、これ、これ、これ社長、あれ、0円になっちゃった、あれ、うん、いや、それ1000万しかないの、そっか、手を抜いた、もう買ってた、買った、はいはいはい、それ、近道はどうやって分かるの、知らない、ピンクの印に向かって、行き先が分かんない人はピンクの印に向かってくださいって書いてあったでしょ、読んで、パラパラパラ、全体の赤いよ、え、やばい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 失敗する場合もあるんだって。目的地。スゴロクの意味知ってる？うるさいな。だってな。いいや、物件から近くに。来ないやん、こんな高いの。何？イエーイ、一番乗りでーす。これも勝ちやん。うん、多分これでお金とかがもらえるんじゃない？お、やったやったーやばいえ、マジでめっちゃ笑うやん、イエーイ、で、貧乏神が取り付いちゃうんだって、なにコンピューターなんだ、青いですよ、うっ、うわー、ケツでか、青森遠い、えー、めっちゃ遠いやん、よし、頑張りましょう、いや、私すごっやばくない、この本やばい
絶対嫌やけど。カード見てみる。普段に誰かっていうカードを覚えてる。めっちゃいい。楽しそう。めっちゃ進むよ。全国全部1とかなる。新幹線。調子いいな。やったー。調子いいな。調子いいね。え、すごい。行くすごっ。うわ、開けた。うそよっしゃよっしゃ。青森は最高だ。やば。ああ、結構すごい。あれ、え、待って、ぴったんこ。ねえねえ、二連続じゃん。何、うん、うん、ほら、うわすげえ。え、こんなことあるの。こんなことあるの。ゴール来ないでね、マジで。お願い、焦って。どんどん早くゴールした方がお金も入るってこと。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。やば、ありがとうございます。民族一番乗り、ボーナスが入る。ありがとうございます。ありがとうございます。はぁ、やば。なになに、怖くない、やめてね。いやー、やめて。なんか早くゴールしよう。お、ペリー来航だ。結構遠くない。静岡県。やだー、もうなんでこんぴり来るの。お金ゼロ円なって、なんか飛ばされてる。やめてくれ。なんで売るの。売るなよ、せっかく買ったのに。1000万で買ったやつ、それ。ケイさん、うわ、最悪なタイミングでボンビー来たわ。